いつもいつも頭の中で喋ってるの。誰？俺はお前だよ。俺はお前だ。みんな俺なの？そうだよ。そうだ。なんでいつもいつも喋ってるの？うるさいよ。他の人の声聞こえないよ。いいだろ、別に聞こえなくても。他のやつとなんか話すな。他のやつらなんてみんな敵ばっかりなんだから。そうなの？違う、そんなことはない。あいつの言うことは極端だ。一人で閉じこもってはいけない。そうなの？うるさいな。お前黙れよ。邪魔するの。いいんだよ。周りはみんな敵だ。俺たちに何をするかわからない。だからその前に壊した方がいいんだよ。壊す？ダメだ。そいつの言うことに耳を貸しちゃいけない。そいつの言ってることは間違ってる。間違ってない、合ってるんだよ。俺はお前だ。だから俺の言うことは合ってるんだ。違う、俺もお前だ。俺は道を正すためにここにいる。お前の言ってることは間違ってる。間違ってないって言ってるだろ。合ってるんだよ。何かされる前に壊すんだ。そうすれば傷を負うこともない。違う、それじゃダメだ。閉じこもってはいけないし、周りを傷つけてしまうのもダメだ。壊す以外の方法が必ずある。だから、だから黙れよ。うるさいって言ってんだろ。Thank you.
海はやっぱり広くて大きくて素敵だね。ねえ、海は好きかい？海はいいよね。無限の可能性が感じられて。何時間でも眺めていられる。でも、本当に何時間も眺めていたら、感動がどんどん薄れていってしまう。だから俺はね、すごいって思った瞬間そのものを大事にすることにしてるんだ。そして、またそんな風に思える瞬間を探すための旅に出る。そうするとね、毎日が新鮮な驚きに満ちることになるんだよ。こんなに大きなことから、こんなに小さなことまでね。物事ってのは、移り変わっていくものだから、同じものなんて何一つないんだ。まあ、俺がここに来たのはそんな理由からなんだけど、そっちはどうして？海が好きだから？それとも、何かから逃れるため、かな？自分が何から逃れたいのかは自分にしかわからない。